はい、それではですね、今回はですねちょっとまあ事実かどうかっていうのは、まあ、置いておいて、ちょっとあるねお話を聞いたもんですからあれなんですけども、まあある護身術師範がですね、刃物を携帯しているというような話を一回聞いたことがあります。まあ、どういうことかというと、まあその護身術師範がですよ、夜間にその飲み物を買いに行ったと。でですねまあ、自販機があって、自販機の前でまあいろいろこう買おうとしてたら他の男性が来て、でそのまあいざこざになったような形になったということらしいです。でその時にいざこざになったもんですから、とっさにこの腰に刺していたナイフを取り出して使おうとしていたというような話だったと思います。でまあ、その真実かどうかっていうのはまあ、置いておいてですよ、その私が言いたいのはそのよくあるのがその、まあ、ナイフマニアだとかナイフをコレクションしてる方っていうのは見えますけども、そのまあそれに対して私は別にどうこう言おうとは思わないんですけども、そのナイフを護身用として携帯するという感覚は私はダメだと思います。絶対にダメだと思います。でどういうことかと言いますと、まあ間違った考えがねいろいろありますよね。ある程度の小型であればいいとか、銃刀法に引っかからないとかね、そういうことも言う方見えますしあれなんですけども、まず一つ、銃刀法というものは何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6センチを超える刃物を携帯してはならないということですね。で違反は2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられますということです。で折りたたみナイフについては刃渡り8センチであるということですね。でその刃渡りというものもその結構な長さありますから、あれ測る部分っていうのはまたどこから測るとかっていうのはあるんですよ。でそこもやっぱりその気をつけていただけなきゃいけないポイントだと思います。そしてですよ、でこれまあ今その銃刀法というものですね。で銃刀法というものは基本的にその刃体の長さが6センチを超えるもので、折りたたみナイフだと8センチを超えるものが銃刀法ということですよね。ですからよくあるのがそれ以下であれば銃刀法に引っかからないからいいんだとかね。でよくあるのが十徳ナイフですかね。十徳ナイフを持ってれば大丈夫とかね、間違った考えの方が見えます。で問題はですよ、例えばこれが例えばその普通のナイフがですよ6センチを超えていなかった場合どうかっていうことになりますよね。そうすると軽犯罪法に引っかかるんですよ。今度はいいですか、そっちに持っていくんですよ。ですから軽犯罪法の場合は正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害しまたは人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していたものとは違反だったりとか罰金になったりするということですよね。刃物の寸法は示されておりませんので、たとえ小さなものでも軽犯罪法上ではその対象となりますということです。要はちっちゃくってもですよ、相手を傷つけるようなものであればなるということですね。で特に刃物とは人を殺傷する能力のある片刃もしくは両刃の硬質性の用具を言いますということですね。日常生活でその用途が認められているものであってもその刃のサイズにかかわらず理由のない持ち運びは全てが規制対象になるということです。ただし正当な理由であれば携帯しても良いということですよね。そこですでよくあるのがですよ、よくまあ秋葉原だとかああいうとこだと職務質問でそこから調べられてね、よくあるのが十徳ナイフですね。十徳ナイフで挙げられる方よく見えますけども、軽犯罪法違反、まあもちろんそうですよね。刃物っていうのは特に相手を殺傷できるわけですもんね。それで、ね、だからかなり危険なものだと言えます。いいですか。でそうすると護身具がどうだとかって話になってきますが、護身具っていうのはその基本的に殺傷するものではないわけですよ。非殺傷なものです、ね。でそこのことになってくるとまたねちょっといろいろなあれになってくるので、またそれはまた別の機会に話したいと思います。そのゴシングの件に関して。で今回は刃物についてちょっと言いたいと思います。いいですか。ということです。でよくあるのがですよ、じゃあ、釣りに行く時に、持ってきたいんですけどもどうしたらいいんだとかね、キャンプに持っていくのにどうしたらいいかとか、ね、でそれは正当な理由なわけですよ完全なですよね。例えば料理人の方が包丁を持ってたりする、刺身包丁を持ってたりする、まあ、それも正当な理由がありますよね。ですからそういった時っていうのはどうしたらいいかっていうと、例えばこのダッシュボードの中に入れたりとかね、コンソールボックスに入れたりとかっていうのはもう全くアウトですよね、完全に。それは携帯になるわけですよ。携帯にしてることになるわけですよ。そうすると先ほど言った、ある程度の刃体の長さだったら銃刀法に引っかかりますし、例えばそれが短いものであったら軽犯罪法になるということになりますよね。で例えばハサミですね、ハサミだとかそういうのもねある程度のところで、上げられます。ハサミの場合でも上げられます。いいですか。そうですね。ですね、ハサミの場合はですね、刃渡り8センチ以下まで携帯できるということですよね。でこれ前回そのハサミ携帯で5人逮捕っていうのがありました。で刃渡り8センチ以下なら OK です。でもですね、これで銃刀法、ハサミで銃刀法っていうのはありえます。ハサミだから銃刀法じゃないってことはないです。ですから、ハサミも対象になりますということはですね、十徳ナイフであっても普通のナイフであってもハサミであってもですよ、その刃体の長さがある程度の長さがあれば銃刀法で挙げられますし、それが短くても軽犯罪法で挙げられるってことです。だから持ち歩けないっていうことなんですよ。いいですか。で特に殺傷能力がある、かなり危険性のあるものですから、人を殺傷できるものですよね。ハサミでも刃物でもね。だからその刃体の長さにかかわらず危険であるということですよね。でもちろんカッターナイフだとかね、そういうのも全部ダメです。そしてですね、じゃあどうやって釣りだとかキャンプだとかに持ってきゃいいんだと。そういった場合はコンソールボックスだとか、ね、そういったことを入れずにですよ、ちゃんとしたバッグの中に入れて、いいですか。で要は厳重に梱包した状態で鍵をくっつけておくんですよ。で例えばキャンプに行くのであれば正当な理由があるわけですから、キャンプ用品と一緒にですよ入れておいて鍵をかけておくわけです。すぐに取り出せないようなところに状態で入れておくわけですよ。そうすると引っかからないです。それは正当な理由があります。そしてですね、まあ料理人の方であればもちろんアタッシュケースの中に入れてもいいですし、いろんな形で持っていく方っていうのは見えると思うんですけども、そういった所持の状態にするということですよね。携帯ではなくて。で大体捕まってる方っていうのはいろんなところに入れときますよね。すぐ取り出せるような位置にポンって入れちゃったりとかしますよね。そうするとやっぱりすぐ軽犯罪法でいくとか銃刀法でいくとかって話になっちゃいます。ですからそれはね気をつけていただきたいと思います。まああとはですね、体のいろんなところに隠してナイフを持ち歩くとかね、先ほどその護身術師範じゃないですけどもね、結局ですよ、それが見つからないにせよ、ね、職務質問で見つからないにせよ使った時っていうのは相手をもうに対して甚大なダメージを与えるわけじゃないですか。そうするともう自分もかなり危険な状態というか、その法的にね危険な立場に追い込まれるわけですよ。ですから私は、それだったらば護身具だとかね、そういったもので、その場を切り抜けた方がいいと私は思います。でもちろんそのね状況によります。たかがその辺りのいざこざ程度でその使うまでのものでもないですし、自分に対して命の危険性がある、これはもう完全に危ないとやられるという段階で使用すればいいですよ。非殺傷のものをね使用すればいいですよ。それをですよ、わざわざ殺傷のものを使ってやってしまう、やるだけやっちゃいいんだとね、法律なんか関係ないっていう、まあ、それだとちょっと私どうかなと思います。それでよく護身術師範やってられるなと私は思いますね。だからその護身術でもよくありますね。護身術のその護身術団体でナイフのやり方を教えるとかね、こうやって切りつけるんだとかね、例えばね、南米だとか、そういった危険な地帯ありますよね。まあ、フィリピンでもそうですけど、まあ、タイだとか、ロシアも危険な部分あるでしょうね。そういった危険な場所で、そういったものを持ち歩いて使用するっていう機会はあるかもしれないです。そういった危険な場所ならね。でも日本ではありえないでしょう。今の段階ではないと思います。ですからそれをしたら実際にその護身術で使うというふうに言ってる護身術はどうかなとは私は思いますね。はい。そしてですね、まあ、あとはよくあるのがマイナスドライバーですね。マイナスドライバーなんかでも、捕まるということになります。で、じゃあなんでマイナスドライバー、じゃあプラスドライバーいいのかとかって言いますけども、基本はマイナスドライバーみたいです。このマイナスドライバーっていうのはですね、特殊海上用具の所持の禁止等に関する法律という、そういった法律があります。ちょっとまあ長いんですけども、要は窃盗だとかそういったものに使われる道具だということで、マイナスドライバーっていうのは指定されてるわけです。要はそれで叩いたりとかね、それで物を割ったりとかガラス割ったりだとかこじ上げたりとかねいうので、マイナスドライバーっていうのはよく使われるということで、マイナスドライバーを例えば自転車のカゴの中に入れておいてバーッと違和感走ってて職質かけられてね、それでいわゆるいろいろ調べられたりですよ。マイナスドライバー出てきたらそれでこれで上げられるわけですよ、ね、特殊海上用具の所持の禁止等に関する法律というもので、やられてしまうわけですよ。でも現段階ではプラスドライバーはいいということですよね。ただあとはピッキング防止法ということですから、指定侵入工具というものですね。例えばバールだとかね、そういったものを持ち歩いててもやられるということですよね。そしてですね、ちょっとショッキングなんですけども、懐中電灯でね捕まったという例が実際にあります。これ私ブログでもすでに公開しておりますけども、夜間に懐中電灯を持っていて職質をかけられて、いわゆる検挙されたという例が実際にあります。それ最近の事件だと思うんですけども、ただじゃあ懐中電灯どうなのかって、懐中電灯でも例えばマグライトとかね、人を叩けるようなものっていうのは鈍器みたいなものっていうのはダメですし、例えば先っぽにちょっと相手を傷つけられるようなね突起がついてるのもダメですし、普通のじゃあ懐中電灯ならどうだっていう話なんですけども、基本的に捕まった状況っていうのは私も分かんないんですけども、はっきりは、いろんなニュースを見て分析してみるに、おそらくかなり怪しい状態だった、深夜でね歩いてて、で、もしくは犯歴があったとかね、そういったことが分かったとかねいう状況であれば、それを元にして一応検挙して、余罪追及するとかいろんなことでやろうとしたんじゃないかなとかね思います。基本的に懐中電灯を持って夜を歩くっていうのは別に見えないわけですから、ね、散歩するとかね、なんかどっかでパッと見たりするのは問題ないと思います。ですからそれは私は正当な理由があればそれをしっかりと主張すれば問題ないと思います。ただいかついものとか突起がついたものね、スタンガンがついてるのもありますけども、こういうのはねそういったものも購入できますけども、そういったものではなくて、普通の懐中電灯、ね、こんなに大きくなくてもいいですけども、フラッシュライトっていうのはすごく使えますから護身術で。ですからこれはちょっと大きいかもしれないですけど、これぐらいのものですかね、これぐらいのものでもいいですし、こういったものですかね、こういったものでもいいですね。小型なもので強力なもの、これだと500ルーメンありますけども使えます。懐中電灯もでもですね、わざわざこれ結構ちょっと数千円するとかね、6000円7000円するとか、中にはタクティカルライトっていって数万するものもありますけども、そこまで高いもの買わなくても、変な話100円均一でね買えるものでも結構な強力なものがありますから、夜間であれば相手の目くらましにも使えます。それに関してはですね、私販売動画の方でフラッシュライトのね、フラッシュライト講座というものを販売してますので、そちらの動画の方もね、見ていただくと良いと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ではまたよろしくお願いします。登録お願いします。はい。